どのようなところに意識が乗っていくかとか、それによってすごく人生変わりますよみたいな話とかね、させてもらったと思うんですよ。耳の都合よくね、喫茶店でざわざわしてるところでも目の前の人の話聞けないとかね、そういうの選択的注意ですね。僕のね、先輩で普段めちゃめちゃ滑舌に、さの行もちゃんと言えない、さしすせそもちゃんと言えない、いや何もかかわらず、なんか分かれへんけど、ずっとのことドゥーンになる人おるんですよ。なんか分かれへん。たまたま梅田でね、その人と一緒におって、僕今からちょっと日本橋のもうちょい行ったら、何町やったか忘れたけど、何町行かなあかんのです、おおここか、道分かります、おお、ええ教えたるわ、こう2号線梅田行くやろって、抹茶町筋出てくるから、それ右曲がんねん、目印走っていったら中央通り来ます、それ越えます、次長堀通り来ます、それ越えます、それ次越えて千日前、また千日前来たら、またそのまままたドゥーンと真っ直ぐ行って、またドゥーンと真っ直ぐ行ったら右手にジャパンあるから、そこもうちょい越えたとこ右行って左行って離れてこう行って言うんやけど、千日前以降のドゥーンと真っ直ぐドゥーンと真っ直ぐが気になって全然入ってこい、説明が、ちょもう、あ、千日前以降のドゥーン言うてましたよ、いやいや言うてるやん、ずっと言うと、まあ、失礼話してるよね、先輩に、ずっとドゥーンとチャラチャラ言いながらね、もう全然入ってけへんわ、でもこれ人生の置き換えたら、このドゥーンがね、もしね、僕が、まあ僕実際いじめられた経験あるんですよ、こう見えて、小学校とか全員に無視されたりとか、もう悪い風に考えると、どんどんそんな経験してしまうと、ちょっとした分ありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録と、いいねの方で応援の方よろしくお願いいたします。お願いします。